はいどうも、ブレイブリーデフォルトのねキャラが再登場ということでね、ガチャ引いていこうかなと思うんですけど、まあね、今画面にね表示されている通りアニエス以外ねすでに100レベなので、まあ狙いは被りの覚醒石といった感じですかね。まあアニエスが出たらね100レベにしようかなっていうそんな感じですね。はい、でガチャなんですけども、なんかね無料でね30連引けるってことなんでね、これめちゃめちゃ熱いですよね。この30連でもう1体でも出てくれたら、まあ引かなくてもいいかなっていうレベルですね。はい、というわけでね、課金ルビーがね今すでに200個ぐらいしかないと、あと全部無料のね、なんかあの無料のルビーなんで、こっち1回、有料1回、無料3回の50連で、まあ各種1体ずつぐらい出てくれたら嬉しいなっていうレベルで引いていこうと思います。いきまーす。でですね、ちょっとまあ前回のね動画を見てもらった方ならわかると思うんですけども、まあこのガチャ途中に喋ってて、まあそこをね星5が出なかったらバッサリカットして結果だけ見せるみたいなねやり方をっていう風にしてたんですけども、海の生き物調べたいですというわけでっていうのをねちょっと言い過ぎてね、ちょっと動画見にくくなってたかなと思うんで、今回ねスキップなしでやっていこうかなと思います。俺はまあ、結果だけ見たい方はね、いい具合にスキップしていただいて結果のとこだけ見ていただければなと思うんですけども。いや前回ね編集し終わってね動画見返したら、なんじゃこれっていうね動画になったんでかといってセリフをねカットするわけにはいかなくて、なんか難しい感じになっちゃったんでね、まあ、今回からはちょっとひたすら連打して、はい、この結果ですといった感じですね。ちょっとね、前回の動画をまだ見てない方はね、ぜひ見てほしいですね。めちゃめちゃ見づらい動画なんで。はい。まあ、それに比べたら今回ね、ちょっとは見やすくなってるんじゃないかな。ただガチャ結果だけが見たい人にとっては、このね、不要な雑談みたいなところはね、ちょっとね、我慢していただいてって感じですかね。でも光にはね、期待しないことにしますね。もう出るときは出るし、出ないときは出ないんで、確定の光以外はもう期待しないようにしてますね。でそろそろねこの星3星4もね全部レベル間になりそうっていう感じなんで、みんなのために、さて、まああれだよね、覚醒もう全部し終わったら本当にいらなくなるよね。また新しいなんか使い道が出てくればいいんですけどね。というわけで、無料の30連は何も出なそうですね。さあ、ラスト？ちょっとロード長いから期待できそう。そんなのがあるかわからんけど。弱き者を助け、なんか白肉プロジェクトっていうゲームをね、やってた頃、この最初のガチャのね、ロードが入るとね、めちゃめちゃ熱いみたいなね、のがあったんですよね。弱き者を助ける、なんでもしかしたら星5ワンチャンあるかもみたいな。なさそうですね。光的にはそんな悪くなかったと思うんだけどね。さあというわけで爆死と、まあ無料なんでこれは、まあ無料なんでいいでしょう。でこれ有料のやつね、これちょっと熱いんじゃないの。だって金払ってんだもん俺。金払いガチャだから、さすがにちょっと出やすいでしょ。無料に比べたらね。そんなんどこにも書いてないけど、多分ね、内部的にあると思うよ。さすがに課金の方がちょっと出やすいです、みたいな。無料はあくまで無料です、みたいなね。成果の導きって。私はコニー。いや、これ、金払って無料分と同じっていうのは、さすがに、泣けてきますよね。いいだろう。鉄何でも早いのが一番。魔物の気配を探りたい。来い。来い。そろそろ来い。やばいよ、そろそろ。もう終わった。まったくでん。マジでまったくでんわ。ステップ2になりましたと。まあね、奇跡いただきましたってことですね。で、奇跡はもらえないけど、まあ無料のね、日々の努力で手に入れた石をね、使っていきますと。2000個もなんであるんだろうって感じなんだけどね。
この間の1周年で結構配られたんかな。光的には悪くない。でもまあ今の流れから言うと、あんまり期待できないな。救える命を。俺は私の仕事は高く、一体ぐらいな、覚醒したかったんだけどな。ここまで出ないんじゃもうしょうがないな。人助けこそいいだろう。鉄ははは、ノリ。はい、出ませんでした。はい、50連大爆死と。渋いな。というわけで、1日1回のこちらを引いていくと。これでちょっと収束してくんねえかな。もうこっからはおまけですね。はい。はいと。最速の連打を決めていきましたと。これは何なんだろうね。なんかよくわかんねえけど。サイレア出そうなやつ。なんでもらったんだろうな。マジで記憶にない。ログインボーナスかもしれないですね。1周年とかの。持ってないキャラ欲しいな、できれば。最近のキャラ。人の運命とは分からぬものだな。よっしゃ、よしよしよし。私は悪を狩る悪、憤怒の騎士。さあ、ラースが出ましたと。いや、ラースが登場した時はね、何連したかな。それが前回かな。お前のような。あ、違う、前回あれだよね、オルベリクとあれだから。すみません、セリフと被っちゃいました。私はラース、憤怒の騎士と呼ばれている。悪を討つため、共に旅をさせてくれ。はい、というわけでね、確定ガチャで新キャラを手に入れましたと。これありがたいですね。で、なんか試練の塔みたいなやつ。あれでなんか手に入ったこの、聖なる導きをね、もうちょっと溜まったらね、まとめて引いていこうかなと、思います。なので、今回はまあ、ブレイブリーね、再登場ということだったんですけども、まあ、50連大爆死と。まあ、ちょっと、まあ、覚醒とか、アクセサリーとか、あんまり見てないんでね、必殺技とか。あんまちょっとまだわかんないんですけど、ちょっとね、他の方のね、動画とか見て、性能チェックしつつ、ね、これは必須ですね、みたいなことを、まあ、ポロッと言ってたら、課金しようかなっていう。そんなレベルですね。はい。でですね、近いうちにね、闘技大会まだクリアしてないね、ところをね、挑んでいくっていうのもね、やっていこうかなと思っておりますと。結構ね、新しめのキャラ使って攻略してみようかな、みたいなね。自分の好きなキャラだけを編成してクリアしていくみたいな。まあもちろん弱点とかは金ありますけど、ね、そういった動画も上げていこうと思っております。というわけでね、今回の動画は終わろうと思います。よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイナラ。これ無料ガチャ出んのかな？出た方はぜひコメントで。